こんにちは、授業準備 TV の梅子です。忙しい毎日を送っている先生方、毎日の授業準備や公務に追われ時間の管理にお悩みの方も多いのではないでしょうか。その中でも特に宿題のチェックや書類整理など時間を大きく取られる作業に頭を悩ませている先生方へ向けて、今回は公務を効率よくこなすための時短テクニックをご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、日々の公務の効率化にお役立てください。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。まずご紹介するのは宿題チェックの効率化です。同校舎の先生は宿題チェックを朝のうちに済ませ、すぐに子どもたちに返却しているそうです。ここからはその宿題チェックの方法をご紹介していきます。1. 宿題の丸付けは子どもたち自身にさせる。子どもたちに自分で丸付けをさせることでチェックの時間を大幅に短縮できます。また子どもたちにとっても自分で自分の学習を振り返るいい機会にもなりますね。 2. 朝の会で宿題を回収。宿題は列ごとに重ねて回収し、提出された宿題の数と列の子どもの数を確認します。宿題の数と子どもの数が合わない列だけ誰が出していないかをチェックすることで、宿題を出した子どもの名前にチェックしていくよりも格段に効率よく確認ができます。 3. 見終わった宿題は赤ペンで20丸。丸付けは子どもたち自身で行っているため、簡単なスタンプや20丸などをつけていきましょう。保護者の方への報告や子どもたちへのフィードバックも兼ねて、先生が子どもたちが宿題をやったことを確認したという印を残すことが大切ですね。 4. 配り係に渡して子どもたちに返却。宿題のチェックが終わったら、配り係や近くの子どもたちに宿題の再配布を依頼します。以上の4つのステップで朝の会で集めた直後にチェックが完了し、授業前にすぐに返却することができます。慣れればどんどんスムーズに行えるようになっていくので、ぜひ試してみてくださいね。次に学級事務の効率化についてご紹介します。プリントの回収や配布、書類の整理などは公務を時短する上では欠かせませんよね。そこで投稿者の先生は回収・配布するノートやプリント自体に工夫をされているそうです。その工夫とは、それぞれに分かりやすく名前や番号を書いておくということです。子どもたちのノートやファイルには大きな名前シールを貼り、背面に出席番号を書いておくことで提出物の管理が楽になります。また保護者の方の確認が必要な重要なプリントには、子どもの氏名をゴム印で押しておくと、教室内にプリントが落ちていた時にすぐに誰のものか気づくことができます。またその他の事務作業も最初の少しの工夫で毎日の作業時間を短縮することができます。投稿者の先生はこのように何度も使うプリントやワークシートは100円ショップのケースに入れて管理しているそうです。教科や学年ごとにラベルを貼っておくと一目でわかるので便利ですね。またペーパーレス化を進めることも公務の時短につながります。できるだけ書類はスキャンしてデジタル保存し、紙媒体は処分します。重要な資料は捨てずに写真に撮って保存しておくことで探し物の時間を削減できますね。繰り返し見る書類にはインデックス付箋をつけておくことで、さらに探し物をする時間を減らすことができます。デジタルとアナログを組み合わせて上手に時短してみてはいかがでしょうか。いかがでしたか。今回は公務を効率よくこなすための時短テクニックとして、宿題チェックや学級事務、事務作業の効率化についてご紹介しました。これらの工夫を取り入れることで公務の負担を少しでも軽減していけるといいですね。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。